最近登録者減りすぎて YouTube の管理システムから大丈夫っていうメール来ました。どうも元デイです。ということでお名前ラジオ第43回かな。前が前回が何回やったかな。43回ですね。前回42だったんで43回ということで、冒頭の挨拶ね、本当にね、登録者が減ってて、まあ YouTube の本社とかじゃなくてね、管理システムみたいなところからちょっと大丈夫みたいな、チャンネル改善した方がいいんちゃうみたいなね、提案のメールが来ましたね。そろそろちょっとヤバなってきたよということで、まあ僕もね、めげずに文房具チャンネルと化したんで、まあ文房具動画を出していけば、まあいつか、まあ今ちょっとこうなってますけど、いつか上がるやろっていうね、もう僕もこんな感じのテンションに思ってますんで、まあそんなみんなもね、深刻に思わないで大丈夫よということで、YouTube 管理システムの方にも、もう大丈夫ですっていう感じで、まあ、頑張りますよっていうことなんですけども、今回、43回でお話しするのは、今回もまたエピソードトークということで、最近コミュニティの方でなんか募集してやるみたいなことあんまりやってないんですけど、次回からはですね、トークテーマみたいなのを募集したいなと思ってます。またコミュニティの方で告知というか募集をかけるんですけど、例えば、最近起こった話とか、もっと細かいことで言うと、〇〇のシチュエーションに遭いました、どうしますかとか、もうなんかそういうトークテーマを募集して、それについて喋っていくとか、逆にもう僕が最近みんなの起こった話はとか聞いて、みんなの起こった話を集めて、それをここで発表していくとかね。まあ僕も結構芸人さんのラジオとか聞いてますけど、で結構お便りとかもね、たまに送ったりして、でダイアンのね、夜な夜なとかは僕結構その選ばれたこともあってね、そのコーナーの中での優秀作品みたいな、だからシールとかもあるんですけど、まあやっぱりね、そのラジオってこう名前読まれたりとか、もう結構嬉しいんですよ。だからその気持ちがね、分かるんで、またそういうね、コミュニティの方でも積極的にそういう企画はね、やっていきたいなと思ってるんですけども、今回はちょっとエピソードトークの回ということで、大学生の友達に YouTube がバレた時の話っていうね、タイトルのエピソードトークなんですけど、まず前提としてね、僕って YouTube やってますけど、友達に言わないんですよ。というのも、高校に入ってからも、高校の人に例えば自己紹介とかで YouTube やってますとか、もともと TV で検索してくださいとか、まず絶対言わないんですね。自分からもう YouTube やってるから検索してみてとか、結局仲良くなった友達にも言わないって感じで、普段の僕とカメラ回ってる時の僕をちょっと顔を変えてると言ったらあれですけど、ちょっとモードチェンジみたいな部分があるんで、まあ大げさに言うとちょっと二重人格的なね、そこまでは全然言ってないですけど、ちょっとモード変えてる部分があるんで、僕の中ではちょっと別物みたいな、カメラ回したら元デイになる、カメラオフになったら日常に戻る、僕の普通に戻るみたいな感じで思ってくれればいいんですけど、だからあんまりね、自分からその検索してとか、YouTube やってるよとかまず言わないんですね。でも高校の友達は全員知ってるんですよ。それはなんでかっていうと、クラスに僕の視聴者がいて、そっから気づいて、そっからまあやっぱり一人分かるとね、こうやっぱ拡散されて、拡散というか広まってね、噂が、あいつ YouTube やってるでみたいな感じで、まあ広まるんで、まあ高校は知ってて、で中学の時はそういう考えがあまりなくて、まあ結構友達言ってたんかな、でももともとその友達と一緒に YouTube やろうやみたいな感じだったんです。まあそっから結構広まっていたっていうのもあるんですけど、中学高校だから地元の友達とかは全員 YouTube やってることを知ってるんですね。で大学に去年の4月から入りましたけど、まあもちろん誰にも言わないというか、 YouTube なんてやってないという前提というか、 YouTube やってないよっていう格好でこう身振り振る舞いをしてやってきました。ただですね、まあバイトはその時してたんですけど、明らかにちょっと
おかしいやろみたいな感じで友達が気づき始めてね、バイトだけの給料じゃないな的な感じが出てて、その時にね、まあ、バイトプラス本当は YouTube からの給料も広告収益ももらってますから、ちょっとなんかそんなバイトでそんな月稼げるみたいな感じでこう友達があやふやになってきた時があって、その時に YouTube で言えばいいんですけど、僕はなんかその時にとっさに思いついてね、まあ闇の営業やってるからっていう謎の返しをしたんですよ。でそっからもう引くに引けんくなって、まあいつもご飯食べてるメンバー 4,5 人がいるんですけど、その人たちにはその友達たちにはまあこの給料は闇の営業やからみたいないつもその闇の営業って言ってたんですよ。闇の営業イコール僕の中で YouTube のことなんですけど、別に YouTube が闇の営業とかいうわけではないんですけど、僕のその場で思いついた変なツッコミというか変な返しによってもうこのことを闇の営業ってずっと言ってたんですけど、だまあ闇の営業で友達も理解してくれてたから、まあ最初の頃はね、ほんまに闇の営業ってなんなんみたいな感じで結構食いついてきてたんですけど、まあ結構もう安定してきて、まあ闇の営業ですんなり話通るよみたいな関係まで行ってね、まあ闇の営業でええかみたいな思ってる時にですね、去年の秋かな、春休みに入る前の秋学期に、その友達の中のね一人が僕の家でね、パソコンを使って課題をやらしてほしいっていう、大学のね課題を僕の家のパソコンでちょっとやらしてほしいっていうことで一人がまあ家に来たんですよ。で俺は全然いいよと、でここのね椅子に座ってデスクトップの大きいパソコンで課題やっていいよっていうことで、僕は後ろのねベッドで座りながら携帯いじって、まあ、課題やってるんで、まあ、ちょこちょこ雑談しながらみたいな感じで座って、まあ、課題頑張りやみたいな感じで見回ってたんですよ。じゃあ、その課題が、まあ、作成する感じの課題で、まあ、よくあるパワーポイントとかワードとかの作成系ね、文字を打って写真を貼り付けて、でそれをこうなんかスライドさせて、説明する、だからプレゼンのための資料作りを僕のパソコンでしてたんですよ。でまずその友達がねやったことは、その資料作りの写真、添付する写真集めというか、ネットで、例えばですけど、ニューヨーク画像とか調べて、それを、保存して、でそれを保存して使いたいんですけど、まずその保存する作業を僕のパソコンでやってたんですけど、もちろんその保存されたのはどこに行くかっていうと、僕のフォルダー、パソコンの中のフォルダーに行くんですね。でその友達が普通に使ってて、で保存して、よしじゃあもう使いたい画像全部保存できたから、今からちょっと作成しようかっていうことで、フォルダーから僕の写真を選ぼうとした時に、僕のフォルダを開いたらですね、なんと僕のフォルダにはですね、今までの、文房具のもともと TV の動画、プラス今までの、サムネイル、動画のね選択する時のサムネイルがズルラーってもうブワーってあるわけですよ。で僕はそのねフォルダを開いた時の、その友達をベッドから後ろから見てるわけですよ。で僕もこう緊迫感というか、あやばいフォルダー開かれたみたいな感じになって、そこにはもうサムネイルと動画がブワーってあって、やばいやばいやばいみたいな。でも友達はなんやこれみたいな、まあでも僕の机に文房具がめっちゃこんな感じでね、いつも飾ってあるっていうのは知ってるんで、まあその時点ではまああんまりというか、あ文房具好きなんかな程度で、でもそれえフォルダーにこんな入れるみたいな感じで疑心暗鬼みたいな感じで、それを僕はもうずっとベッドの後ろからねこう見てて、やばい気づかれたかみたいな、これちょっと怪しまれてるかみたいな感じで、まだちょっとその時はセーフというか、普通にこう自分の保存したやつを選択して、あいけてんなみたいな感じで。ただですね、もう一個、これだけやったらもしかしたら闇の営業で今もね闇の営業のままいけてたかもしれないんですけど、もう一つね、決定的な証拠というか、その作成をするアプリをね立ち上げるときにですね、
サインインしてくださいみたいな、よくあるじゃないですか。アプリとかでも、ログインログアウトとかサインインサインアウトしてくださいみたいな、でそのサインインをしてくださいみたいなんで、Google アカウント連携してサインインしますとか、 Facebook アカウントでサインインしますみたいな、結構項目がいろいろあったんですけど、その人はその友達は Google アカウント連携で、サインインしますをクリックしたんですよ。あ、これ終わったなみたいな感じで僕はその時思ったんですけど、なぜかっていうと YouTube のアカウントっていうのは Google アカウント、まあ、それこそ Google から僕収益もらってますけど、 Google アカウントで YouTube アカウントっていうのは作られるんですよ。だから僕の Google アカウントっていうのはですね、その頃はもともと TV と元デイの歌い放題っていうものが僕の Google アカウントにはあったんですけど、 Google アカウント連携でサインインするポチッと押したらですね、どのアカウントですかっていう欄が出て、もともと TV と元デイの歌い放題っていう欄が出るんですよね。で、その下にプラス他のアカウントでログインするみたいな、だからその友達は他のアカウントでログインするを押すべきなんですけど、あれみたいな、圧倒的にもう手が止まってるというか、もともと TV 元デイの歌い放題そやろみたいな感じ。だからさっきのホルダーのめっちゃサムネイルと動画だちょっと変やなと思ってたけど、ここで繋がったというか、もともと TV ってなって、その時はですね、言わなかったんですよ、友達も。何なんみたいな。で、調べてみたいなこともなかったんですけど、別れてからかな、お前の闇の営業分かったで、みたいな LINE が来てね。まあ、さすがにバレたか、みたいな。で、僕ももう、その光景をベッドから全部見てたんで、ああさすがにバレたんやなっていうことで、多分気づいたなと思ってたわみたいな感じで、YouTube バレてね、まあ最初はね結構驚いてたというか、こんなんやってたんやみたいなね、ってことで、まあその友達もね、結構理解してくれて、誰にもまあ言わんから大丈夫やっていうことで、まだ闇の営業で他の友達には通せてるんですけど、まさかそんな感じでバレるっていう。でですね、これにはまだ続きというか、めちゃめちゃ最近に結構ズーム流行ってるじゃないですか。オンライン飲みとか、授業もオンライン授業でズームみたいな。で最近ね、友達が僕の家にたまたま近くに来てて、で家に呼んだんですね。友達来ていいよみたいな感じで家に呼んで、それでズームを、その時にちょっとズームやってみへんみたいな感じで僕のパソコンでズームをやるんですけど、それはね、まだバレた友達とはまた違う友達だったんですけど、そのズームをまたサインインする時に Google アカウントで、サインインしますってその友達が押したら、もともと TV 元デイの歌い放題、今は大学生の自由時間っていう日常系のチャンネルも3つあるんですけど、それが出てきて、その友達はねもうめちゃめちゃ大声で、もともと TV って何みたいな感じでなってただ僕はもう、あ、またバレたな、違う友達にバレたんかみたいな思ってたんですけど、その友達がね、ありがたいことに、Zoom の名前やと思ってくれて、そのもともと TV を、何その名前に元って入ってるから、もともと TV みたいな感じで、ズームこんなんでやってんのみたいな感じで来たから、あ、やばい、バレてないってことで、そうそう、なんかも、元って入ってるし、なんか TV ってかっこええやんみたいな感じで適当にやってね、ごまかしてバレなかったっていう話もありました。ということで今回は、大学生の友達にね、僕が YouTube をバレた時の話ということで、僕はね本当にベッドの後ろから見ながらねヒヤヒヤしてたっていうお話でございました。またコミュニティの方でね、エピソードトークじゃない、トークテーマ的なことを募集したりもするんで、その時はいろいろね、どしどし募集待ってますということで、お名前ラジオ第43回でございました。44回でお会いしましょう。